記事の方ご紹介したいと思います。はい、はい、最初はマリメッコのルーツですね。はい、こうウニッコがね、こういろんな色で表現されているという言い方でよろしいでしょうか。そうですね、あのイソルーツ、はい、ウニッコってイソっていうお名前ですからね。イソってのは大きいっていうか、はい、普通のウニッコで一番大きな、これ以上大きなウニッコはないですね、はい、ですからもう壁にポンと飾っていただくのがよろしいかと思います。はい、あの水通しされてないですね。未使用ですね。未使用ですね、はい、ですね。あ、素敵ですね。はい、はい、こちらはマリメッコのランケッティ、はい、プロダクト用の生地ですね。はい、以前あの同じ色でシャツをね、そうなんです、はい、販売したことありますね。こういう向きでしたね、シャツね。はい、こういう向きで半分よろしいですか。はい、こんな感じでね、こう入ってるシャツでしたね。はいはい、こんな感じの画像でございます。はい、なかなかちょっとプロダクト色が出てこない、はい、来ない生地ですね。未使用ですね。はい、はい、いいですね。でもこうやって楽しんでいただくのがいいですね。いいですね。はい、こちらもマリメッコの生地でヴィンテージですね。ね、生地がしっかりとしてます。そうですね、はい、黒に、はいはい、黒に白に茶色にこうミルクティー色って言ったらいいでしょうか。そうですね、どうでしょうか。そうですね、はい、なかなか出てこないですね。はい、ね、素敵ですね。あ、いいですね、今の時期にもね、ぴったりです。はい、こちらはマリメッコで脇坂和司さんの作品ですね。ペロホセウニですね。はい、ヴィンテージでございます。すごい生地しっかりしてます。そうですね、なんか日本のボタンのお花のようですね。うん、そうですね、1976年の、はい、いいですね。なかなかこれも出てこないですね。出てこないです。はい、あ、なんか和を感じますね。感じますね。はい、こちらマリメッコでマイア・イソラの作品ですね。はい、メリーロスポ。そう、はい、白に茶色のストライプなんですけどね。はいはい、これもなかなかないですね。ないですね。ストライプものはあるんですけど、はい、マイア・イソラのこの作品はなかなかないですね。生地もしっかりしてます ね。 そうですね、1969年のヴィンテージ生地で、ね、そうですね、はい、はい、テーブルにかけてみると、おお、なぜちゃいました、失礼しました。ぴったりですね。ぴったりです。はい、こちらはマリメッコのマイアイソラのピスターシですね。ちょっと生地幅が全部ではなくて、うん、こう少しこちらの部分が何かに使われたんでしょうかね。はい、はい、すごい生地もしっかりしていて、ね、ヴィンテージですね。そうですね、はい、クラシックだね。はい、でもなんか和を感じるようなね。うん、横にすれば、どうでしょうか。小さなテーブルでしたらクロス代わりになりますよね。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、なんかいいですね。いいですね、落ち着いてるね。落ち着いた感じでね。ポッとしますね。はい、はい、こちらはフィンランドのフィンレンソの生地ですね。はい、はい、テーブルクロスでございます。はい、よくご紹介します、ドラゴン、ドラゴン
という素材で、はい、一応形状記憶なので基本的にノンアイロンでね、はい、使っていただくんですけど、ただこういうシワがこう最初から買った当時からついてるのが消えないんで、弱い間当てていただくとまあなんとかこう、そうですね、切り口でちょっと湿らせていただいて、うん、低温で、そうですね、していただく、でもしくは当て布をね、うん、そうですね、していただくと間違いないかなと思いますが、うん、はい、で速乾性に優れてますし、はい、汚れの吸着がしにくい、はい、で色が鮮やかにいつまでも何年も何十年も保てるという素材ですね、はい、私ね、この生地で気に入ったのは、うん、ここの紫がこう入っている、ね、この部分が今にいいかななんて思って、紫ピンクのこうグラデーションみたいな、ね、はい、こう混ざり具合がいいですね、はい、はいはい、こちらもフィンランドはフィンレンソの生地ですね、うん、はい、これはコットン 100% ですね、はい、手軽にね、手にポンと添えてね、はい、ティータイム楽しむのにいいですね、いいですね、はい、はい、こちらはフィンランドの生地ですね、ここにクレジットっていうかあるんですけれども、うん、特にどこのメーカーっていうんではなくて無名なんですけれども、うん、でもなんか色といい、うん、いいですよね、鮮やかで、ここを感じますね、はい、そろそろ持っていただいていいですか、はい、結構重たいんですよこの生地、はい、ちょっとあのおそらくカーテンとして使ってたようなカーテン生地なんで厚くて重いです、でも用途的にはなんかどっか体色が入っててもいいんですけど、うん、体色感ないですね、ないですね、結構プリントの状態もいいですからね、はい、何かお部屋の仕切りとか、はい、ただこう縫い幅が違うんですけれども、まあ、そのまんまテーブルクロスにしてもいいかな、華やかになってもいいですよ、ほら、どうですか、あ、いいですね、ね、はい、素敵です、素敵です、はい、こちらはフィンランドで見つけたデンマークの生地です、そうなんです、デンマークのテーブルクロスみたいですね、はい、でこの記事見た時ね、まあ、何がっていうんじゃないんですけど、まあ、店長がデンマーク留学経験やってこれ見た時に、あ、デンマークっぽいわねって、うん、確かになんかこうフィンランドとまた違うね、違うんです、こうデンマークらしいなんか、うん、こう色もなんて肌色って言った方が一番近いでしょうかね、はい、優しい感じを包み込むようなね、はいはい、温かさがあって、でデンマークのそのタグがございましたんで、こちらにタグがあります。そうですね、はい、優しい色合いでね、優しい感じです。ぽっとこう広げて、ここでこうティータイム、いいですね、休憩を楽しむっていうんですか、はい、はい、いいですね、そのなんかね、柔らかいんです、柔らかいです、だから色とかデザインとかそういったものってやはりお国をね、国によってやっぱ違いますよね、はい、またスウェーデンも違いますね、はい、やっぱりなんかあと人柄、その国の人柄がこう現れるものだなって思いました、うん、この上でコーヒーとデニッシュ、いいですね、ね、じゃあ自転車で、はい、そう、自転車で買いに行かされるんですよ、はい、行かされる、あれだ、行かせていただいてる、そうですよね、はい、こちらはフィンランドのフィンレンソンの生地ですね、パンダさんがいっぱいいます、はい、アヤタス、アヤタス、はい、眠ってるパンダさんですかね、ねえ、かわいいです ね、この黒と白はね、初めてですね、うん、そうですね、はい、で、未使用、未使用になります、なりますね、はい、何かなんか作ってもいいですよ ね、 いいすね、こう、技術から言っても、うん、はい、はい、
こちらはプケッティですね、はい、どちらも未使用になります、はい、この製作ぴったりです。土地岡さんのは、はい、これ石本さんの前狭の歯切れですね、はい、これぐらいの大きさしかないんですけど何かねでもいいですよね、うん、十分使います小物製作にお使いいただきます、はい、はい、私のはメーカー不明なんですけれども赤いお花模様の生地になります、うん、こちらも小物製作にいいですよね、そうですね、人気です、これ石本不二雄さんの人皮ですね、はい、いいですね渋い跡は、そうです、はい、小物製作もいいですよ、はい、で私のマリメッコのヒッピー、こちらもヴィンテージですね、ヒッパ、ね、はい、なかなか出てこないですよね、なかなか出てこないです、この色は初入荷です、初めてですね、はい、こちらも小物製作もいいですよ、うん、なんかピンクに紫でしょうかね、そうですね、いい感じです、はい、これも石本さんですね、そうですね、石本さんの歯切れでございます、はい、一応ね、こう端っこを縫ってはあるんですけどね、リーダーのお母さんが縫ったんでね、非常にラフです、はい、だからまあもう一回縫製し直すか何か切ってね、小物製作にっていう感じです。はい、ヴィンテージです。はい、こちらもマニメッコの歯切れの生地ですね。ね、何かこう作った後の歯切れなんですね。はい。それがなんかまとまって市場に出てましたので、はい、買ってまいりましたけれども、はい、ネイビーにグリーンって言ってます。そうですね。ドットが可愛いです。はい。何か小物製作ね、この辺だけでも。いいですよ。はい、ギリちっちゃな。ポーチとか作れますかね、作れますかね、はい、こちらはピッコロですね、はい、はい、古着を解体した背中の部分になりますので、はい、こんなちょっと変形でございます、これはベージュに黒の感じですね、はい、あります、こちらは深い緑になんかねネイビーとグリーン、グレーなんだけども少しグリーンが全体的に入ってるようなね、はい、微妙な色合いでございます、はい、これは水色に白ですね、これが大きさございます、はい、私のはライトグリーンって言ったらいいんでしょうかね、そうですね、ペパーミントですね、ペパーミントに白のヨカポイカです、はい、でこの他にも今回はですね、なんかまとまってね、はい、なんかちょっと伸びの位置で見つけまして、あの本当に古着をそのまま解体しただけのこうボタンがついてるものとか、はい、ポケットがついたままとか、はい、袖のままとかね、そんな感じのセットをこの他にもご用意させていただいたんですけれども、はい、ただどれも古着でございますんで、あのすれ感がねちょっとございますんで、はい、その分お値段安くして販売させていきますので、はい、何かに使っていただけたら嬉しいです、それもね、あのそもそも向こうのフィンランドの、うん、はい、あの作家さんなのか、まあ、あの物作るのがね、うん、好きな人が何かこう使った、そうなんです。まああとそういうことなんですね。だから物を生かしてね、はい、作品にっていう、はい、その余り布をなんかちょっとまとまってごそっと入ってきました。はい、なんで歯切れセットとして、そうです。ボタンもあったりするんでしょうかね。そうです。そのまたメタルボタンをね、よかっこいいからメタルボタンを、はい。何か作品の一部に使ったりなんですね、はい、うん、楽しんでいただければと思います、はい、そういうね楽しいセットも今回はご用意させていただきましたので、はい、はい、なんかここのところポカポカでね、そうですね、またね気温が上がったりで、ちょっとポカポカですね、はい、でもこれから11月に入るといよいよこの丘の上の団地は北風の季節ですね、そうですね、でも暖かいんですよ ね日差しがね、はい、はい、それで11月もね、あのお正月目標でしょうか、そうですね、まあ、ちょっと早いんですけども、でもね、なんか楽しみながらこの1ヶ月過ごしたいなと思いますので、はい、それは食欲の秋、はい、スポーツの秋、読書の秋、それぞれの秋、はい、芸術の秋になってる、あ、
すいません、芸術性がないもんで、芸術なきと、はい、楽しみたいと思います。はい、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。